我が名はアルマ。カナンの今、悪しき者が選ばれし者よ。我がさ、アルマの名においてあなたは何になる？その言葉、仲間が襲われるとき、あなたはどうする？賢い選択を。では、一つ才能を与えられるとすれば、何を望む？承知した。次が、あなたは正義のために戦い、友情のために戦い、そして、その誓い、たぶんこのような姿で生まれるが、構わぬか？仲間を傷つける奴は絶対に許さない。この命が果てるまで悪を裁き民を守る。これぞ我が騎士道。魔術の力見てみたい？氷漬けにしちゃうんだから。豪華で全てを焼き尽くす。支援なら私に任せて。精霊は私の願いを聞いて。自然の恵みは全ての命に。闇夜に輝く刃、影のごとく振りかざす。見えない刃こそ最強の力となる。伝説の宝物を見つけよう。仲間を傷つける奴は絶対に許さない。この命が果てるまで悪を裁き民を守る。これに挑戦する愚か者がいるようだな。どうしたの、イーシャ？お、姉様。なんだか風がざわめいた気がして。風が？気にしないで続けて。私、姉様の笛が大好きだから。ありがとう。あら、あれは。エレシア人よ。死んでいる。まだ少し息をしているわ。深い眠りの中、あなたは女神が創造した夢によって。箱はもうすぐ暴走するかもしれない。さあ、行こう。バーチャルパッドをスライドして前に進みましょう。まま進もう。必ずエルンストを阻止するんだ。てい！
空山。だがもう箱の力は、箱が暴走すれば。さあ凡人よ。てい、ひざまずけ。ほら震え上がれ。ほらひざまずけ。震え上がれ。震え上がれ。あら、口ほどにもない。アルマに選ばれし者がこの程度か。時間も無駄だ。消え去るがいい。遠くない未来、レダ族の王者を務める。怪我は大丈夫そうですね。でも何日かはゆっくり休憩。感知したら早速ここを出て行って。あの、すみません、私のおじさまは悪い。あ、疲れていますよね。さあ、ここから冒険が始まります。新しい装備を獲得しました。どうやら、うん、レダ族のあの女。そうだな。気をつけろ、ブロンズ級のホワイトシーラムだ。受けてみろ。白空山。てい、新しいカードを獲得しました。早速見に行きましょう。ソウルカードはここから確認できます。新しく獲得したソウルカードをタップ。ソウルカードを装備します。ソウルカード装備完了。クエストを続けましょう。赤い髪のエレシア人、すぐに姉様に教えなきゃ。驚かせてしまったかな。あれ、精霊碑が光った。アルマ様、どうか私たちに導きを。10年が過ぎた今、このごめんなさい、アドルさん、これから巫女として。オルハはゼーメの心境に。オルハのあの様子、レダ族にとって。森には魔獣の群れもいる。魔獣もそうだが、オルハがつ。受けてみろ。
た。近づかないで。私がすぐに追い払うから急いで逃げて。てい、熱風剣。白山くらえ。大丈夫か。誰だ。待て、イーシャが傷ついたらどうする。おじさま、彼らはイーシャを救ってくれたのです。先ほどの魔獣などレダ族の戦士であればたやすい相手だ。それと不用意に村の者に近づくのは要せ。余計な争いごとの火種を持ち込むことになる。すみません。ああ、族長のご…そうだ、それなら、僕たち…アルマ様、光の導きが我らレダ族の迷いを拭い去らんことを。アルマ様ですが、あの…大丈夫、アドルはアドルさん、そんなに…からかうのはよしてくれ。確か…あなたはオルハ、アドルと共に…この先はどう猛な…クバルさん、お願いします。オルハ様、ご両…それは…レダ族の戦士。オルハ。私の母は、その母と父は10年前にこの…確かあの日、意識が朦朧としている中で…ここをタップして会話をしました。父さんがエレシア人の町で笛を買って…オルハに渡せばいいんだね。こんな素敵なもの、私、はい、この笛。今日は食べ物を持っていないの。マク、平気？毛を少しだけちょうだい。これ、この術の効果は。このピッカードたち、動きが…無害なピッカードに気を割く必要。ピッカードは魔獣に襲われることもあります。この姿でも魔獣には近づきすぎないように気をつけてください。
新しいカードを獲得しました。早速ミニソウルカードはここから確認できます。シルバー級以上の敵だな。注意しよう。受けてみろ。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。受けてみろ。なんとか倒せましたね。強敵に挑んで君の実力を証明するんだ。称号を見に行きましょう。称号をランクアップさせましょう。条件達成。この条件も達成。称号をランクアップさせる。また強くなりましたね。さらに冒険に行きましょう。アルマ様、どうかレダ族の行く末に希望の光を。心境が締め。待て。すごい、シルバー級の魔獣を倒すなんて。赤髪のエレシア人よ、誰が我々の聖地に来ることを許可したのだ。この方たちにそのようなことをおっしゃらないでください。彼らのおかげでここまでたどり着くことができたのです。オルハ、忘れたのか。誰のせいでお主の両親。親を恨んではいけない。母もアルマ様も